ちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています。顕微鏡を使った歯科診療を行っています。麻酔をしない歯を抜かない歯科診療も行っております。奥歯の間ですが、ここに虫歯があります。そこの歯と歯茎との境目、ここにも虫歯があります。歯茎がちょっと押し寄せていますので、ここの部分を正確に除去することが難しい。これを除去すれば当然歯肉も削ってしまうことになります。ですから、このように絹糸、剣歯を歯と歯茎との境目に入れ、歯茎をこちらに圧迫し、そしてこの部分の虫歯の処置をしていきます。保険診療では通常このような手間のかかることはしませんので、この状態で型取りをし金属を入れるわけです。ですから最初からこの部分がしっかりと適合のいいものができないのが現状なわけです。歯と歯茎との間には隙間があり、そこには、歯肉との溝がありますので、そこに糸を入れることは容易なわけです。しかしこれを麻酔しては行いません。つまり麻酔をすると、やりすぎてしまう。つまりその下の付着部分を剥がしてしまうことにもなりかねませんので、慎重に行います。歯がこちらで、これをミラーを通して行っていますので、根気のいる診療です。出血させないように慎重に行います。痛みのないように。ミラーに反射させていますので、ちょっと上唇がここにかぶさっていますので、見にくいかと思います。ゆっくりゆっくり丁寧に、この虫歯がしっかりと見えるところまでしっかりと糸を歯と歯茎との間に入れていきます。このような治療が時間がやっぱりかかることなので、保険内では対応がなかなか難しい処置になります。